しくじり先生などでは。も、語られてましたけど、こう、五右衛門からコーラストナイツまでっていうのが、またこう、監督としては結構、苦節の時間だったのかなとは思うんですけで、全てが苦節ですよ。生まれた時から苦節だと思う。子供の頃生きてて、漠然とだけどこういう人間になりたいっていうのがあって、それを理由にアメリカに15歳で行って、もうそこから始まっちゃってるわけですよね。どうする、その中でもちろん道を見失ったこともいっぱいあるし、どうしていいか分かんなかったこともいっぱいあるんだけれども、ありがたいことに、そういうのをくぐり抜けてやってきて、で物を作ろうと思って、できなかったらもう一回だけやろうっていうことを繰り返してきた。そしたらどんどんつながっていって、今ここにいるっていうだけの話なんですね。じゃあその今ここにいるっていうのが、別にハリウッドで映画撮ったから偉いでしょとか、そういうことじゃなくて、だいぶ自分が思い描いているものに近づいてきたっていう感じで、今本当にまさにそこの第一歩が踏み出せたっていう感じなんですよね。地獄の黙示録のディレクターズカットの最後のシーンなんて、マーロン・ブランドが、ね、死ぬとこなんて、これもうどこをどうやったら、どうやったらこんなシーン撮れちゃうのって、もういまだにわからない、いまだにわからないんだけれども、もう素晴らしいっていうか、もう凄まじいわけですよね。でそれをやっぱり見ちゃって感じてしまうと、そこの領域に触れたいっていうか、なんていうかな、形がないものなんですよね。それは形がない何か、そこに触れたいっていうその衝動があって、だからそれに向かってるんだと思うんですよ。なんか自分がなくなっちゃう感じなんですよ、それって。自分が消えてなくなる感じに行きたいんですよ、生きたまんま。それが形として、一種の印象としてこの世界に残っているっていうことがすごい素敵だなと思っちゃう。でそれを同じ感覚を見た人が感じられるわけじゃないですか。すごい素敵なことだと思う。監督が映画を作る上でご自身がその境地に至りたいということなのか、それは観客にその境地に至ってほいや、しいそとれいはうね、観客、お客さんのことを考え始めちゃうと、結局そこに作為が入ってきちゃって、もちろんコマーシャルアートでお客さんからお金を取ってやってるわけだから、それを考えないわけにはいかないですよ。いかないんだけど、やっぱりそれは人との会話もそうだけれども、やっぱり自分がその壁を取っ払っていかないと、自分の壁をやっぱりそうつながらない。見てる、会話してる人もそうですけれど、でその壁を取っ払うっていう行為は何なのかっていうと、やっぱりその恐怖を取り除くってことだと思うんですね。やっぱ怖いじゃないですか、作ってる時も怖いし、しかしそこをやっぱり先に進んでいくっていう行為がすごく、怖いのを超えてそこに行くっていう行為がすごく重要だと思う。それがない限り、やっぱり自分が作りたいものってやっぱ作れないと思うし、で自分が、俺が信じたのは、自分が作りたいものっていうことを本当の意味でですよ、かけ根なしでそれを作れるって作ったって思った瞬間は、もうおのずとお客さんとつながれると僕は信じてる。今回今日は表現したかったものというのは、具体的に言うと忠誠心ということにだからその忠誠心なんですけれども、やはり人間が自分と対峙する場合に、そこに何があるのかっていうことを問うと思うんですよね。このラスナイツの話の中でいくと、いわゆる圧倒的な不条理がそこに存在していて、その不条理の中でその主人公は選択を迫られるわけですよね。どのようにしてその世界の中に存在するのか。一つはどうやって生き残るのかっていう選択があるかもしれないし、もう一つは生き残らなくてもいいけれども、自分が自分に納得するのか。で、多くの人は当たり前の話なんですけど、生き残るということを選択せざるを得ないんですよね。家族もいるだろうし、恐怖もあるだろうし。しかし、そうではない。それを捨ててもいいから、自分が消えてなくなってもいいから、正義というものがあるんじゃないかと。みんなが幸せになれる世界があるんじゃないか。
みんながこれは正しいと思える共通意識があって、そこに到達できるんじゃないかっていう選択肢があると思うんですよ、うん、でそれの一つの例としてラストナイツというものを今回提案させていただいたっていうことだと思うんですよ。ほとんどの映画、音楽、周りとあらゆる演劇、小説っていうものがそこに向かって書いてますよ、作ってますよね、うん、だからあんまり特別なことやってるつもりも何にもなくって、まあ、皆さんがいっぱいやってることの中の一つのおみこしの端っこの方を担がせていただいているっていうような意識かもしれない、うん、Lord Bartok, your crime and defiance to the ordinances of the capital shall be repaid with nothing less than your head.Your commander is fiercely loyal to you, Lord Bartok. And so it is fitting that you should meet your end by his sword. You cannot do this! How dare you address the Emperor directly! Commander! You will do this. No, I will take death at your side rather than participate in this spectacle. Commander Raiden, the Emperor's word is not a request that requires your decision.Then as your lord and master, I order you to complete this duty. From this moment on, be no more grieved by what you have done. The spirit of our clan will endure through you. It's all taken care of.Last night.